どうも、趣味家の妻と夫です。今日もご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは植物にハマった私たち夫婦が育てている植物の紹介や園芸店巡り、イベント訪問などの様子を紹介しています。はい、前回の動画でボタニカル横丁という植物イベントに参加させてもらった動画を紹介したんですが、実はあの後もう一件植物イベントに参加してたんです。それが米山プランテーションさんで行われていたプレミアムアガベフェア、当日なんかすごい掘り出し物を見つけてしまって、思わずお迎えした子もいるので、よければ最後までご覧ください。One day in, one day out, on top, then you're down, the highs and the lows keep swirling. Walk...安いな。安く感じる。バラクーダ。バラクーダだって。バラクーダってあの陽介くんがさ、これ前外にあったやつとは別なのかな。違うと思う。違う。あれ？ん？これ中風じゃない？風入ってる。見て。あ、風だね。うん、風だね。中風。言っちゃった？見つけちゃう。何？北の民症。ブルー系かな。ランチョ系だと思うな、これ。これは見つけちゃった可能性あるね。あるね。これ何？葉っぱ見たことない。ペラルゴニウムだって。カルノーサム。クロモペラルゴニウム、アペンディクラツム、もしゃもしゃ系の可愛いね。はいね。多分これ。個体差みたいなこと？うん。あっちはおさばさんじゃなさそうだけど。それは？わからん。大人だね。ああ、ヘビっぽいなと思った。もうちょっとギザギザしてるんだね、ヘビ。かわいいかわいい。あ、それ、ウサギのやつ？ウサギ年だからね。かわいいなぁ。にょーって伸びるんだね。モニディフォルミス。ネグレクタって何？夏型？見る限りそうっぽい。花木系なのかな？うん、ね、いいよな、渋い。名前がもうありがたいよね。
良いですな。はい、そんな感じでアガベイベントを堪能してきたんですが、もう分かりますよね。こちらの斑入りのチタノタをお迎えしてきました。で、このチタノタ、まあ、タグにはチタノタとしか書かれていなかったので、こうブルー系とかオテロイとかそういう詳しいところはねちょっとよく分からないんですが、ちょうど我が家にあったブルー系のこちらと比較すると似てるので、多分ブルー系、ランチョタンバー系って言われるチタノタなんじゃないかなと思っています。こうやって比較してみると真ん中にやっぱり斑があるのなんとなく分かりますよね。こことか、あ、ここが分かりやすいかな、とか真ん中に黄色い筋が入ってる、ほんのりした斑が入ってるのが見えるんじゃないかなと思います。多分お店にあった中でこの子だけがこういう斑が入っていたんですが、キナカフっていうんですかね、多分斑入りで間違いないんじゃないかなと思っています。しかもこの子はすごくお値段的にもお得な値段で売っていたので、ちょっとね迷わずお迎えすることにしました。我が家チタノタの斑入りはまだ育てたことがなかったので、なんとかねこの斑を生かしながらかっこいい形に育てていけたらいいなと思っています。いや、これ絶対斑入りだよね。うん、はい、ということで今回は米山プランテーションさんで行われていたプレミアムアガベフェアにお邪魔してきました。米山プランテーションさんは、まあ、普段からね、うん、よく行かせてもらってる園芸店なんですが、いつもとは比較にならないぐらいの量のアガベが並んでいて、すごく熱意をね感じるような、うんうん、イベントになっていました。当日はアガベだけでなく未生の開墾植物のコーナーとかも結構充実していたので、本当に見て回るだけでもすごく楽しかった。うん、あまりの楽しさにイベントをはしごしてきた疲れもね、うん、忘れて長居しちゃいました。とこんな感じでこのチャンネルでは育てている植物の紹介やイベント訪問、園芸店巡りの様子を紹介しているので、まだの方は良ければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあ